ある日突然、自分たちが倦怠期の真っ只中にいることに気づいた妻。別に話すこともないし、することもないし、これって一緒にいる意味ある。気づいた妻と気づいていない夫。そんなある日、突然夫に呼び出されて行ってみると、何なのこれ。そこは夫の葬式会場だった。ファブリカンファンが送る夫婦の時間の物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。